さあということで今日は今ですね、こちら博多駅におりますけれども、今から昨年2020年のですね、サウナシュラン、まあ、あのサウナの一番いいものを決めようと、そういうですね、祭典があるんですけれども、そのサウナシュランで、見事1位に輝いたサウナがここ九州にあるということなんで、ちょっとね電車で今から向かいたいと思います。今から行くのはこのね高尾温泉っていうのかな、武雄温泉というところにあります、羅漢の湯というですね、日本一の昨年ランキングを取ったサウナがあるということなんで、のんびりサウナ放浪記でございます。皆さんね、まあ、サウナ好きの方にももちろん見ていただきたいですが、サウナちょっとまだあんまり興味ないよ、私入ったことないよという人もぜひこれでサウナに興味持っていただけたらなと思います。それでは早速向かっていきたいと思います。いやいいですね。ちなみにちょっとこの行く道中でまずね、このサウナシュランってのもどういうものなのかちょっとご説明しておきます。はい、今ですね、画面に出てると思いますが、これがサウナシュラン2020年のサイトですね。こうやっていくとね、こうベスト11あるんです。この11位からサウナスイートキャビンってね、ここね行ってみたいんですけど、まだ僕行ったことないんですけれども、ぜひここもめちゃくちゃロケーションがいいということで、で梅サウナもねここも有名ですけれども、ここもなかなかねちょっと簡単には行けないんでね、場所的に東京にいると。ここも有名ですね。この北海道ホテルのね森のスパリゾートっていうのめちゃめちゃ良くて、これもあの帯広にあってね、去年ちょうどロケで行ったんですけども、ここのホテルのこのサウナはもう本当に最高です。あのロウリュってね普通こうサウナストーンにアロマ水かけたりするんですけど、ここはもう壁とか床とか全部にですね水をぶっかけていいっていう、そういう壁ウォールにロウリュだからウォーリューとかね、そういったなんかちょっとスペシャルな気持ちが味わえます。でここもまたいいね、エイトホテル茅ヶ崎ね、これも東京近郊なんでかなりね、僕も1回2回か行ったことありますけど、ここも最高です。茅ヶ崎なんつってなんかリゾート感があってねすごくいいです。落合楼はまだ行ったことないんでね、これ伊豆のね超有名ななんか旅館みたいな、すごく綺麗なね古き良き建物って感じの日本のそういったところらしいです。で黄金の湯かな、ここは全く知らないですね、僕はまだ行ったことないんですけど、ここもチェックしておきましょう。でカンデオホテル、ここはねちょっと僕は全く情報がないです。ぜひ行ってみたいですね。でここスカイスパ横浜、まあここは本当に一番都内からも近くてすごい最高の景色、眺め横浜が一望できるっていうね、しかもロウリュもめちゃめちゃいい、熱波がすごいですね。ここは施設も綺麗です。ユラックス熊本だね、もうやっぱ九州来たらこのユラックスってのもねもう殿堂入りってなってますけど、ここも相当いいです。でウェルビー福岡、ここはね僕もちょっと前に行ったんですけども、その前は何年も前に行って間空いたんですけど3、4年ね、中だいぶリニューアルされてて、もう今あの風呂がなくてですね、サウナと水風呂だけって非常に潔のいいもう設計になってまして、もうサウナ好きからしたらたまんないですね。でこれが去年かなできた池袋カルマルというね、まあ、ここも本当にサウナリゾートです。もういろんな種類のサウナといろんな温度の水風呂が体験できて、うん、まさにもう普通のサウナに通い慣れてしまったサウナにとっては聖地と、ここも行ってますねよく。そして今日ね今向かうこの
三船山楽園ホテル羅漢の湯という、ここが2020年の全国のね、プロサウナーが選ぶ今行くべきサウナ1位に輝いたここなんですね。佐賀県にあるんだよ。電車で自分一人で佐賀に行くなんて初めての経験ですけども、ちょっと今からですねここに行ってみたいと思います。初めて降り立ちました。さあ到着しました。ありがとうございました。さあこっからどうやって行くんだろう。タクシーかな。タクシーあるよもう。さあということで到着いたしました。三船山楽園ホテル。この中にある羅漢の湯。いいですね今から。お邪魔したいと思います。うわすごい、何これ、え、ちょっと皆さん見てこれ、これなんか俺王様のブランチとかで見たことある、これ温泉宿ですよね。え、なんで温泉宿こんなにおしゃれなんだろう。すごいすごいな、これ綺麗。これを目的に来たわけじゃないですからね。さあということで、羅漢の湯今からねたっぷり堪能したいと思いますけれども、すごくいい感じ。なんか、まあ、室内にねこういった温泉がありまして、まあ、普通ねこうやって皆さん温泉なんか来たりするとまずね真っ先にこうお風呂に浸かったりするんでしょうけれども、サウナーはですね本当に申し訳ないんですけども、お風呂はスルーさせていただきます、はい、やはりね最初に行くのはここです。ドライサウナと、これ扉がもうかっこいい、なかなかないの、この黒いね木の扉ってかなり珍しいんですけれども、それでは早速入っていきたいと思います。失礼します。わあ、中はもう暗めのいい感じ、よかった、ライト持ってきて、自然光があそこから縦から一歩ずつ入ってますけれども、うわーすっごいよ。しかも今日はなんとですねこのお時間貸し切りにさせていただいております。めちゃくちゃいい、湿度もすごいあって、温度もちょうどいいし、何よりこの暗い空間ってのがすごいね、リラックスできて、これこまめにロウリュしてくれてるからもう湿度がすごいんだけど、あそうだ、なんかねこのロウリュって普通まあお水だったりアロマ水なんだけど、このね羅漢の湯のこだわりはこれらしいんだけど、色すごいなんか濃いでしょ、これほうじ茶なんだって。ほうじ茶ロウリュって俺初めて見ましたよ。ちょっとどんなことになるのか、ほうじ茶ロウリュすごい面白いよね。お茶だよ、お茶のロウリュ、いきます。うわこれすごい、すっげーいい匂い、ほうじ茶、うわ初めてだわこれは。すごくリラックスできる香りと、あとなんか香ばしさ、お茶の、これは考えたね、ほうじ茶ロウリュだよ、でマジですごいわ、なんか本当に全身お茶に浸かってるみたいな、めちゃめちゃいい香り、これ初めてだけどもう俺今後ずっとこれしたいかもしれない、ロウリュ
しかも汗も出てきた。いやちょっとね、遠征して遠くまで来てよかったです、本当に。めちゃめちゃいいね。いや、ロウリュウ視察団も見て、このお茶風味の汗が今出てるかと思いますが、めっちゃ気持ちいい。まだ入ってだって3、4分だよ。だけどもうすんごい、これいいサウナって本当にすぐに汗が出るから、もうそれは本当にこの汗が物語ってるね、いいサウナだっていうことを。いやマジで最高かもしれない、これは。このね、サウナ室内の温度湿度まずベストで、すごいこの木のいい香り、そしてほうじ茶ロウリュ、まだ新しいサウナに出会えるっていうこの感動ね、素晴らしいです。完璧じゃないこの汗。よし、水風呂行くか。水風呂がこれね、また外にあるっていうんで、それがまたいいよね。外、うわーすごい、もう鳥の鳴き声からこの温泉の湧き出る音、そして水風呂がこちら。一応ね、皆さん、お伝えしておきますが、この水風呂入る時のマナーとして、まずこの汗をしっかり、まあお湯シャワーでかけ流してください。今ちょうど外の温泉があるんでね、このお湯で、この時にポイントは水で汗を流さない。水でね、汗流しちゃうと体が一瞬でそこで冷めちゃうからもったいない。もう水風呂に入るまでギリギリまで取っておくと、このチンチンにね汗かいた体を。それじゃあいただきたいと思います。おー、いい、くー、しかもこれ深さがあっていいね。そうね、これ16でしょうかね、どうでしょうか、おそらくそのぐらいだと思いますが、見てこの自然に囲まれたこの場所での水、閉まる、めちゃくちゃ閉まる、いい温度設定だ、これちょうど冷たすぎずぬるすぎずね、いい、これ結構ね、あ、そうそう、これね、さっき支配人の方に聞いたんですが、水風呂なんだけど、この辺りで出てる温泉をチラーっていうマシンで冷やした水風呂っていうことなんで、だからもう温泉なんです、これ実は。これがまた珍しい、普通はね水道水をこう冷やしたりとかするんですけども、温泉をチラーで冷やした、だからこれ今入ってて分かるんだけど、肌が痛くないのよね。結構水道水とかだとピリ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 こう冷たさが刺さるんだけど、これはね全然そんなことない。あー、でこっからが大事だから、サウナって、もうサウナってね、これ休憩こそが一番大事だったりするから。最高じゃないこれ、すごいんだけど、気持ちいい、体中がいいわ、すごい。いや、これは休憩スペースとしても最高ですね。さすが日本一と言わしめるだけのこれ理由がありますよ。あー気持ちいい。ロケーションが最高じゃない、あっちもあるんだ、あの椅子なんか良さそう。森の中にひっそりとあるこの休憩スペース最高じゃない。おお、はぁ、気持ちいい、最高です。見てこの景色、後ろには湯気、そして緑の山、そしてチャラ男、これはこんな贅沢ないね、最高ですね。
いやー贅沢なことしてる今。ちなみにですが今日のサウナね、これで終わりじゃないんですよ。これ今男性用のお風呂なんですけれども、実はねこのお宿は宿泊者限定なんですけども、男性用と女性用のよく時間帯によってね入れ替わるっていうのあるじゃないですか。だから宿泊した人だけは女性用のお風呂も入れるんですよ、朝の時間帯だけで。僕みたいに今日こう日帰りで来るお客さんは基本的にはそれできないんですけども、今日は特別にですねその女性用のサウナも見させていただけるということで許可いただきましたので、ちょっと今から女性用のサウナ見に行ってみましょう。すごいね、女性のお風呂にこうサウナ室がついてる、なかなかね。さあ、あっちは黒い扉でしたけどこっちは白ということで入っていきたいと思います。おお、うわすごい、なんかこっちを見て真っ白、なんかギリシャとかの建築物に似た雰囲気。水風呂はおしゃれ、タイルは。へえ、ねえ、ちょっとお話聞きましたところ、これだ。こっちもロウリュできるんですけども、水をもちろんかけてもいいんですが、このキューゲルっていうねアロマのアイスボール、これをサウナストーンに乗せていいんだって。しかも香りがいっぱいある、みかん、バラ。どれいきます？バラでしょ、チャラ男は。ちょっとこれをね、こうって行きたいと思います。じゃあいざサウナ室イン。わー、いい、これまたいい、すごい、すごい、なんかこっちすごい幻想的、これ自然光取り入れてんだね。全面また白って、これはこれでねおしゃれで珍しくて可愛いですけども、やっぱ女性用だからかな、ちょっとこういう雰囲気になってるのは。じゃあこのめっちゃいい香りするバラのこれをこちらに、じんわりじんわりとね蒸気が広がって香りが広がっていく感じっていいんでしょうね。はあ、すごい。でもせっかくだからこっちもねちょっとロウリュしてその上でこのキューブいきます。ちょっと一瞬曇るかもしれませんが、ここはサウナのホワイトです。うわすごい、めちゃくちゃバラのいい香りする。何これ、うわうわすごい、バラ畑だ、めっちゃリラックス、なんかバラだけどすごい上品なバラのアロマだわ。これは女性のお客さん喜ぶね。女性合わせてナンバーワンのサウナなんだね、きっと。来てよかった、これは。はあ、すっげえ焦ってるんだ。マジで。気持ちいい。やべえ。バラの香り。さっきはほうじ茶。今度はバラの香りの汗がしたたってるぜ。一応あれだね、ちょっとこれただおじさんが汗流してるだけの動画になっちゃっても良くないんで、女性ファン獲得のためにもサービスショットちょっと入れておきましょうか。
カット。どうしよう、登録者減ったら。いやーにしてもマジで気持ちいいぞ。やっぱりベース、このサウナ作りがすごいしっかりしてるから、そこにやっぱいろんなプラスアルファをね足すことでさらに良くなってるんだけど、やっぱりベースね、このサウナストーンとこのね機械のセッティングで、このドーム状っていうのもきっと意味があるんだと思うんだよね。熱がうまくこう循環するようなとか、マジでいい。ほら見て、この輝く汗よ。これがね、本当にまだ未だにあるんだけどね、こう乾燥したサウナとか、もう入ると鼻とか、このもう肌がピリピリして痛いサウナ、もうやめましょう、あれは。全国のサウナ屋さん気づいてください、あのサウナは良くない。もうこうしてちゃんとね、ロウリュでしっかりこう湿気を持ったサウナ室を作る、もうこれによってね、絶対お客さんも増えるし、もっともっとサウナライフが快適になると思うんでね、ぜひそうしてください。さあ、じゃあそろそろ水風呂に入りますかね。えさあ、じゃあね、汗をしっかり流してから水風呂に入りましょう。水風呂入ります。おっ、こっちはね、男性の水風呂よりもちょっと温度ぬるめになってるかな、多分これは。そうですね、18度。どうでしょう、楽観の皆さん、間違ってたらごめんなさい。綺麗、なんかもう全部おしゃれ、はあ、気持ちいい。よし、さあ、じゃあこれで休憩して、これで1セット終わりです。やっぱ自然の中の外気浴って一番いいよね。で、ここが多分ね、ちょっとした休憩スペース。いやー、またこの休憩スペースがものすごくいいね。これさ、今座って気づいたんだけど、このさ、座ってここがあったかいんだよね。めちゃくちゃ親切、丁寧に作られてる。そしてこの目の前はこういうね、てかこれなんだ、男性用にはこんなのなかったけど、これなんでしょうね。え、女性用になんかこういうおしゃれな建物もついてますよ。うわっ、ここも休憩スペースになってんだ、これすごいな、ホスピタリティが半端ないな、これ。しかもなんかいっぱい、何これ、玉羊羹、これ自由に食べていいのかな。あ、おーおー、出たすごい、いただきます。うまっ、玉羊羹、いろいろあるよ、これ。トロピカルフルーツミックス、佐賀県産有機干しみかん、塩の花、これなんかデトックスウォーターとかあるの、これうまっ。いやー、最高だったね。皆さん、伝わりましたでしょうか、この武雄温泉のね、羅漢の湯でございましたけども、なぜここが日本一のサウナに選ばれたかという理由がね、しっかりとお分かりいただけたんじゃないでしょうか。まずやっぱサウナ室のね、設定、これ素晴らしい。で、この景観、これも素晴らしい。やっぱりね、さらにサウナ好きを喜ばせるための一歩先行くこのホスピタリティ、もうどこ取っても完璧、パーフェクトです。ということで、ね、今回、チャラ男の九州サウナ一人旅、そろそろお別れの時間となりました。ここで皆さんに朗報です。なんとですね、このサウナ動画なんですけれども、近日初の女性ゲストが出てくれることが決定いたしました。もうこうなってくると、もう動画の内容変わってくるからね、はい、藤森も男ですから、そこは、はい、もうバッキバキに、
ちょっとセクシーな路線に行っちゃうかもしれませんが、まあ、そういったね、女性ゲストがこのチャンネル見てサウナ一緒に入りたいと言ってくれてるの、こんな嬉しいことないですよ。ぜひ皆さんその様子も楽しみにお待ちください。それでは皆さん、今日もいい汗かいてね。ようこそフィレッジへ。